はいマリックが来たさあ今日も超、えー、魔術お教えしたいと思います、えー、いつもは超マエツをね見て楽しんでいただいてますが TikTok でやった超魔術を ちょいまいスでしたね。ちょいまいスをお教えしたいと思います。えーちょえー、まだ見てない方は TikTok の方を見て、あこれを教えてもらえるんだなと思って楽しんでください。えー、2つの、えー、こういうパスモとスイカを使って、えー、どれだけチャージしてあるかというのをマジックで出すというのをやりました。まず、あの、これは、えー、パスモですね。 パスモが,、ね、が裏も何もなくて手の上で振ると500円が出てくるっていうのを YouTube をご覧の方は、えー、かなり以前にこれをお教えしてますからあ知ってるっていう方もいらっしゃると思いますが是非、えー、これのやり方は概要欄からもう一度丁寧にやってるのを見てください。 一応やり方だけ簡単にもう一回説明します。500円玉をパスモの裏に、はい、4本の指を添えて持ってます。裏を返した時にこのまま返すとここにあるのが見えますから4本の指を引くんです。この引くっていう動作でここに何もないのが分かります。何もないの見えますねで。戻しながらちょうど前に出します。 この下に500円があって、手を返しながらこのままですと見えますが、いいですか、ここでこう返すんです。角に持ってくるともっと見えないですね。はいこのような改めをして、手の甲を上にして振った瞬間に500円玉を手のひらに落とします。 さあこのパスモは実は500円チャージされてましたと言ってまずこれで人踊りさせます。わかりました少し練習は要りますね。そして続けて「こちらのスイカはいくらチャージしてあったでしょうか?」と言ってやりました。そしてワンツースリッ振ると「あ1万円チャージされてました」というこれを覚えましょう。 えー、もちろん1万円用意してくださいね1万円札を三つ折りにしますはいここが少しはみ出ますがこちら側のラインに沿って1万円札を便利ですねあの貼って剥がせる両面テープを使ってくださいねいろいろありますけどもこれは、えー、簡単に剥がせる両面テープです はい、これがちょうど3分の1になって表がこの形ですよ。これ向き間違えるとできませんから気をつけてください。裏側をお見せしましょうね。こういう状態です。これわかりやすいですね。蛇腹にしておきます。はい。これは、えー、1万円札に変える方ですね。やり方。 財布からスイカを取り出してここですねここ親指を入れて正面から見るとこれはここでなくてお札の中です。上を押さえて離すとカードの重さで下にパラッと落ちます。 ここ難しいですね。これ見えますから、この瞬間にはみ出ている部分を手で押さえます。さあ、いきますよ。この時は全面見せます。親指が下から入って、振り下ろした瞬間に見せます。これ、鏡見て練習してください。あ一1万円指す。1万円がチャイされてました。というと、 人を、ね、驚きして笑ってくれます。これは今「s u i でご覧に入りましたが実際に皆さんおやりになる時はこういう名詞でもいいと思います。私はこの名詞好きなんですけども、えー、名詞で、えー、こう挨拶されるときに名詞を「私こういうもんです」と言って「ミスターマリック <laughs> こういうもんです」って。 しますお渡ししますそして私の名刺はお金が困った時に一振りしていただくと1万円になります言うとこの名刺を大切にしてくれます。で、ね、多分振ってると思いますから。あこれも同じですね作り方は。ただこの絵の素晴らしいのは完全に見せれるということです。はみ出てる部分がないんですね。 ここがスイカとちょっと違います。はい。こう、これ自分の名刺ですから、このように起こして、ここは同じですよ。ここだけこう折り返せるようにしていきます。はい。一応裏側をもう一枚の名刺で隠して、名入例に置いておきます。じゃあ、ここから言いますね。私、こういう、下側を取って、こういうものですと言って渡します。 で、こちら側はこう持ってきますよ。先と同じように親指をここに入れて振ると一瞬でお札に変わります。もう一回いきますね。ここを押さえて振るとほら完璧ですね。1万円。 その名刺大切にしてくださいねって言ってね、えー、お渡ししてくださいこれで、えー、多分、えー、こあなたのことをすごく印象に残ると思いますなんとなくこうねビジネスの,の時にこういう名刺を配る機会が多いと思いますからこんな蝶麻椅もきっと何かのお役に立つと思います今日の蝶麻椅いかがだったでしょうか はい、の TikTok の方も見ながら、えー、見比べて、えー、現象をまず自分で、えー、理解してから今のを丁寧に作ってくださいほんの0 2ミリはみ出てても見えますからねえー、まあとにかく細心な注意と演技は大胆にという、ね、こういう鉄則がありますので頑張ってくださいはい今日のは、えー、気に入っていただけましたら グッドボタンをお願いします。それではまた。さよなら。